はじめまして。私はハンナ・アーレントと言います。この哲学の絵本に登場する最初の女性の哲学者らしいですね。なぜ女性の哲学者が取り上げられないのか。このあたりの分析は私より少し若いシモーヌ・ド・ボーヴォワールさんにお任せしましょう。私は1906年にドイツのユダヤ人の家庭に生まれました。大学ではハイデガーの下で哲学を学び、そして彼とは愛人の関係になりました。このことで私を知っている人もいるでしょうね。その後私はヤスパース先生の下で学びました。ヤスパース先生には生涯にわたってお世話になりました。しかしナチスが政権を取ったため私はフランスに逃れました。さらに第二次世界大戦が始まるとアメリカに渡ってニューヨークに落ち着きました。1951年には私の経験も踏まえて全体主義の起源という本を書いたのです。全体主義とは個人よりも国家や民族などの全体を優先する思想です。階級社会が解体し大量に生み出された大衆は孤独の中でプロパガンダによって深く考えることなく全体主義の運動に加わっていくのです。ドイツのナチズムとソ連のスターリン主義がこれに当たります。ただしファシズムや共産主義は全て全体主義というわけではありません。また1961年にはナチスのユダヤ人虐殺の責任者アイヒマンという人物が南米で逮捕され、イスラエルで裁判が行われることになりました。私はこの裁判を傍聴しその報告を書いたのです。裁判で証言台に立ったアイヒマンは悪の権化のような人物ではなく髪の薄くなった貧相なただの子役人に過ぎなかったのです。私はこれを悪の凡庸さと表現しました。しかしこの記事によって私は多くのユダヤ人の激しい反発を受けました。私がユダヤ人組織がナチスに協力した事実を挙げたことやアイヒマンの凡庸さを強調したことがアイヒマンの肩を持ちユダヤ民族に対する裏切りだというのです。皆さんの時代だと炎上ですね。多くのユダヤ人の友人は私から去っていきました。2012年にはこの事件を中心にした私の伝記映画が作られました。こういう映画はとかく恋愛をクローズアップして観客の関心を引こうとするものです。しかしハイデガーとの関係が描かれていたもののそれは映画全体ではわずかな部分に過ぎませんでした。2016年にトランプ大統領が当選すると私の全体主義の起源は売り切れになったそうです。またアイヒマンの悪の凡庸さについても議論が続いているようですね。つまり私の問題は20世紀にとどまらず21世紀の皆さんの問題でもあるのです。ハンナ・アーレントさんは20世紀の政治哲学者です。全体主義の分析を行いアイヒマン裁判について悪の凡庸さを指摘しユダヤ人同胞から激しい非難を受けました。